今号砲が鳴り響きました。レースが始まりました。これから世界のトッププロたちが小倉城周辺を25周合わせて45キロを駆け抜けます。すごいスピードです。市街地などに設定された短い距離の周回コース、クリテリウムで争われます。いよいよ開幕したマイナビツールド九州2023。九州初となる本格的な自転車ロードレースとあって、世界トップクラスの海外勢を含む18のチームが参戦。9日まで福岡、熊本、大分の市街地や大自然を駆け抜けます。小さく見えてきたと思ったらすぐに近くまでやってきます。すごい迫力、スピード感です。すごいです、迫力が。スプリントの時のもう風がこっちに来る感じがすごいです。初日の今日、勝負の舞台は北九州市。小倉城の周辺を25周する合計45キロのコースです。白熱のあまり、選手に声援を送ろうとコース沿いには大勢の観客が。これは福岡の名物をアピールするチャンスです。会場には多くのブースが並びました。こちらは旦過市場のブース。旦過市場もうすぐそこにございますので、ぜひそこにも足を運んでいただければという、そこのこう道しるべになればなというふう思いもあって。地元も選手も大盛り上がりのツールド九州。レースはいよいよ終盤です。皆さん応援するのももうあとわずか。優勝したのはチームブリヂストンサイクリングのエースで福岡出身の小島直樹選手です。地元で優勝できて本当に嬉しいです。自分に点数をつけるとしたら何点ですか？今日は100点満点だと思います。あとはもうチームのみんなが本当に頑張ってくれたので、みんなで100点満点かなと思います。